名前冬生まれの夏さんからいただきました。ありがとうございます、こんばんは。こんばんは、アニメから入ってすっかりハマってしまいました、うん、毎週の楽しみです、うん、漫画もすぐ買いました、呪術廻戦のトーク番組が始まると聞いてすごく嬉しいです、うん、アニメでは7話で五条先生の顔が見れた時、イケメンすぎて言葉を失ってしまいました。あ、そう、最強でかっこいい五条先生が大好きです、私は7話の領域展開した五条先生が一番好きです。素顔かっこよかったっすね。まあでも素顔出ただけですよ本当に。これあちこち言ってるけど、ああまだかっこよくないですよ。いや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 、もう単純に見た目イケメンだったっていうのね。でもね、痛感する五条の、うん、評価を見てると。ああ、五条としてのドラマはまだ何も見せてないし始まってないけど、う、ね、こうかっこいいとか評価していただけるのはありがたいけど、うんうん、はい、でもやっぱり外面なんだなって。ちょっとまだ内面とかも分かってないし、中心の話もまだないけど、こんだけ人気になってるってことは、だってね、アニメだけだとそもそもあの今当面戦ってるところのボスというか主要人物の、あのゲトーとさ、何の関係があるのかも分かんないですよ。分かんないからね、なんかみんな知ってるみたいだけど、誰だろうみたいな。そこはやっぱあれじゃないですか、昔からやっぱ強いキャラクターって人気出るんで、あるけどね、中村さんが求めてた人気が。いっぱい喋るんだよ。違うね、俺は落語したいんだよ。落語して人気なキャラを。こんなになんか作中ぶっちぎりのテンションみたいな嫌なんだよ。楽じゃないけど人気はある。労力に見合った感じなんですね。まあ、そうだね、労力には見合ってるかもしれない。まあ、今後ね、その五条のなんかがお話も展開されるでしょうから、もし続きとかあったらね。そうだね。